今回の福島の原発事故からは多くの教訓を学び取ることができますまず確認しておきたいのはエネルギーにリスクはつきものだということです歴史を振り返ってみましょう石炭 電気石油などさまざまなエネルギー源の利用によって世界では実に多くの人々が犠牲になりましたところが原子力エネルギーの犠牲者の数は今回の福島の事故も含め他のエネルギーとは比較にならないほど少ないのですここで確認しておきたいのは福島の事故は原子力技術そのものとは関係がないということです すべては地震から起こったのです十分な高さの堤防が整備されていれば今回の事故は起きなかったでしょう <coughs> 地震そのものによる損傷はほとんどなかったと聞いています要するに地震の揺れではなく津波が今回の事故の原因でした 一つ目の教訓はリスクに対する捉え方です発生確率の低いリスクが巨大な被害をもたらすこの教訓は原発だけでなく人類のあらゆる活動に対しても当てはまります 広い視野からリスクを捉える訓練が必要です2つ目の教訓は日本政府を含む原発関係者は被害を食い止めるための準備を怠ってきたことです彼らは事故発生直後の対応を完全に誤りましたこのような事故に対処するための 人材や設備だけでなくノウハウや事故の状況をきちんと把握する能力も持ち合わせていませんでした最悪の事態に備えるというのが2つ目の教訓です3つ目の教訓はまだ解決されていない現在進行中の 巨大なリスクに関すすることです今回の事故による原発周辺地域の放射線汚染は深刻ですところが核廃棄物が原子炉建屋にある使用済み燃料プールにままだ残っていますところで日本では核燃料の再処理事業が機能していません。 核燃料の再処理ができない日本は本来であればフランスの専門家の助けを求めるべきだったのですフランスにはそうしたノウハウがあり我が国では核燃料をリサイクルしています福島第一原発には現在でも使用済み核燃料が原子炉にあるプールに保管されています そうした状況は極めて危険です。というのはもし福島にまた大きな地震が起きた場合この使用済み燃料プールが破壊されそれこそ大惨事になる恐れがあるからですそれは福島のみならず日本全体を危機に陥れるでしょう。 したがってそのような状態にある使用済み燃料を一刻も早く福島第一原発から移動させる必要があるのですこれが3つ目の教訓です人類は太古の昔からエネルギーを利用してきました。例えば動物の糞薪 風力、力、力石石炭、石油、水力原子力です。エネルギーは我々の生活必需品ですところが安全なエネルギーなど存在しないのですつまりエネルギーはそもそも危険なものなのですエネルギーはパワーを意味しますがパワーには危険が伴います 危険という観点から今日のエネルギーについて振り返ってみましょう石炭や石油などの化石エネルギーは温室効果ガスを排出するため大変危険ですでは原子力はどうでしょうか放射能を持つ原子力に危険性があることは確かです 化石エネルギーの温室効果ガスが危険なのは明白です。放射線に関する危険は潜在的な危険です。このような潜在的な危険を広島や長崎における原爆による被害と混同してはいけません。我々は危険に囲まれて暮らしていると言えます。人類ははリスクななしには暮らせいいというのが エネルギーに関すす。る人類の鉄則です仏教の教えのように静かに瞑想にふけって自分の内面だけに喜びを見いだすのであればエネルギーはあまりいらないでしょうしかし仏教の精神だけで幸せになれないのであれば 我々はリスクを取らなければなりません。仏教の精神からも分かるように、リスクを軽減させるために最優先させるべきエネルギー政策は、エネルギーを節約することです。つまり、エネルギーの使用量を減らすことです。 古今東西の歴史から分かるのは人類は希少性を克服しながら進化してきたということです。この例えばイギリスでは 薪が不足したからこそ石炭を使った蒸気機関が登場しました国土の狭いオランダでは広大な農地を必要とする穀物の栽培をやめて集約的な農業が発展しました労働力が不足した日本と韓国ではロボットの開発が進みましたそれらの事例からは 新たな発明の背後には必ず希少性が存在することがわかります。今日ではエネルギーに関する希少性が存在しないことが危険なのです。もちろん石油の枯渇を憂う声や天然ガスの価格上昇に対する嘆き声も聞かれます。しかしかながら現在のところ 石油や天然ガスさらには原子力エネルギーに関する希少性はほとんど感じられません我々にとって希少性の役割を果たすのは我々が抱えるリスクですこのリスクを何としても軽減しなければなりません最優先させるべきエネルギー政策は省エネ製品の普及 住宅の断熱効果の改善省エネ文化の推進などエネルギーの節約ですところで我々の生産活動には3つの重要な要素があります1つ目はエネルギーと物質2つ目は情報とアイディア3つ目は時間です 我々の文明を振り返るとエネルギーと物質の代わって次第に情報とアイディアさらに時間が用いられるようになってきました我々の文明を振り返るとエネルギーと物質に代わって次第に情報とアイディアさらには時間が用いられるようになってきました。 情報を交換することによってエネルギーを節約できるのです要するに我々はエネルギーを消費する時代から情報を消費する時代へと移行することになるというわけです最初に申し上げておきたいのはこれまでの日本の原子力政策は最悪でした日本の原子力技術はお粗末で原子力村が幅を利かせ 情報開示も不十分でした福島の事故から分かったことは監督機関である原子力保安並びに運営主体である東京電力のずさんな管理運営でしたしたがって原発の稼働を一旦止めてストレステストを課したのは当然だと思います もちろんフランスの原発も完璧ではありません福島の事故によってフランスでも原発の安全性を見直す機運が生じました原発によっては大幅な改善が必要なことも分かりました フランスはそのような高いリスクを取るのはやめて、設備の点検および改善に着手することにしたのです。原子力エネルギーの利用は高い安全基準があってこそ、他のエネルギー源よりも安全なのです。この構図は残念ながら日本には当てはまりません。日本には4つの選択肢があると思います。 1>, 1つ目の選択肢は、膨大な費用を投じて、現在の原発に関する安全基準を引き上げること。2つ目の選択肢は、太陽光や風力などを利用する再生可能エネルギーの開発を進めること。3つ目の選択肢は、石油や天然ガスなどの化石燃料をできる限り多く外国から輸入すること。 4つ目の選択肢は省エネの推進ですもちろんそれらのうちのどれか1つを選択しなければならないというわけではありません4つ同時に選択することも可能ですその場合どのような役割で選択するかは政治的判断ですしかし強調しておきたいのは4つ目の選択肢である省エネは 最も重要だとということです住宅部門、輸送部門、農業などの産業部門において、相当量のエネルギーを節約することができるでしょう。省エネは先ほど強調した希少性があってこそ達成できます。 太陽光や風力などを利用する再生可能エネルギーは、確かに将来的に大きく伸びるでしょう。しかし、私の感覚では、最も将来性が高いと思われる新たなテクノロジーは、二酸化炭素の分離・回収に関する技術です。 この技術が実用化できれば気候変動を懸念することなく石炭石油天然ガスを何の制限もなく利用できるようになりますそうすればエネルギー問題に関する懸念はなくなります何としてもこの技術を実用化させるべきだと思いますなぜなら石炭石油 天然ガスはまだ世界中にたくさんあるからです。いずれにせよエネルギー社会から情報社会へと移行させることが唯一の現実的な解決策でしょうね。 それは政府の心持ち次第です。高い安全基準を設け、それを事業者に実行してもらい、政府がきちんと監督できるかということです。はっきり申し上げまして、日本の現在の状況は、そのような基準とは程遠いと言えます。汚職や癒着 情報開示の遅れ、外国の技術やアドバイスを取り入れない偏強な態度、傲慢さ、国水主義、要するに世界最悪のガバナンスですね。誤解してはいけないのは原子力技術そのものが指定されたわけではないということです。最初に述べましたように原子力は石炭や石油など、 他のどのののどエエネネルルギギーーと比較しても事故にによる死者の数が極端に少ないエネルギーないですしかしながら忘れてはならないのは原子力は恐るべき事態を引き起こす危険性のある技術だということですそのことは広島と長崎さらには福島の事故から日本の国民全体が痛感していることだと思います 原発の大事故は人類を滅ぼす恐れがあることを肝に銘じておく必要があります福島の事故はその一歩手前でした原子力政策と民主主義には情報開示が必要です情報開示がなければそれは独裁です 多くの課題があります。一つ目は、日本には使用済み核燃料を再利用するための施設がないことです。一方、フランスは使用済み核燃料を再利用できる世界で唯一の国です。したがって 当面の間、日本はフランスの施設を利用すべきです。2つ目は、原子炉のすぐそばに使用済み核燃料プールを設置してはならないということです。この点に関しては、アメリカの原発も同様です。そのような設計は、事故が発生した場合、深刻な事態を招く恐れがあります。3つ目は、 原発に関するあらゆるリスクを想定することです地震や津波はもちろん飛行機が原発に墜落した場合などです4つ目は原子炉の安全構造を強化することです日本が採用していた基準はフランスなどが採用する世界基準と比較するとかなり甘いものでした